吉宗評判記暴れん坊将軍。どうじゃ、見事なものであろう。殿がこの度お求めになった神刀でござる。お預かりいたす。うん、十分に目利きしてくれ。急がずともよい。わしは今日からご公儀巡察の役により信濃会を回らねばならん。さよう。20日ぐらいの予定じゃ。おお、お召したち。おお、旅立ちか。ええ、これからね、信濃の善光寺行くんでさ、頭の大さんでさ、土産だったら任せておくんなさいよ。どっさりとかってやつ。あとが怖い。まあ、元気で行ってこい。あとが怖いってよ。刑事が心配いらねえって、たくさんもらってきたからか。あ、おい、最後、うち置き忘れてきたよ。どうだって、逆戻る。相変わらずだな、あの連中。ところでお主、それは手当が少ない。やむを得ぬ内職だ。お主も心当たりがあったら刀を集めてきてくれ。安く目利きしてやる。大変だな、お主も。将軍がケチだと苦労する。ケチ。お酌のお酒はどうしたい。俺たちは厄落としなんだぞ。なんだよなんだよ、こんな部屋に通してよ。兄貴よ、あれちょっと変だぞ。うん、これは部屋が分からねえんだな。よし、俺行って連れてきてよ。兄貴頼むよ。よしよし。皆さん声が大きすぎるんですよ。静かに静かに。おかみどうしたんだよ。声が大きいったら。今ね、ご公儀の偉いお役人様がいらして、お城のご家老様たちは総出でご接待、芸者衆はみんなそっちに呼ばれたんだから、静かに頼みますよ。すぐに持ってきますからね。総出でご接待。冗談じゃねえよ。えれえことになっちまったな。ご巡察しにはさぞお疲れでございましょう。まずはご一献差し上げとうございます。公儀巡察使、つまり早く言えば監察官である。諸国の大官省をはじめ各藩の大名たちを定期的に巡察して回る将軍直属のお役目である。したがってその行く先々、どこも下にも置かぬようにもてなし扱うのである。昔も今も変わることはないのである。これは気がつきませず。おやじ、早く。やってますね。派手だね。やっぱり諦めるか。え？ここまで使わず持ってきたのに。
この絵。全くもってけしからん。一体みんなは何を考えておるのじゃ。九回一丁丸。じい、何を一人で怒ってるんだ。これは上様。何がけしからんのだ。何が不愉快なのだ。あ、いえ、それがつまりそのいくら申しても徹底いたしませぬ。今も今とて係の者を集めましたが、やれしきたりがどうの、あ、やれこれ以上は切り詰められるのと弁解弁明ばかりで、一向に経費の支出は減りませぬ。そうか、難しいか。これではそれがしが考えておる必要な経費の捻出も難しゅうござりまする。爺は何を考えていたんだ。はい、まず第一に上様ご正室様のご選定に関わる諸費用でござりまする。ああ、それはまだ早い。必要経費とは思わん。ああ、はあ、では次にお庭番の者たちの費用でござりまする。助八やお園たちか。まあよい、今まで通りで構わん。次に上様お越しの者を預かるお試し御用山田朝右衛門の手当てでござりまする。朝右衛門の手当ては低いらしいな。もうお話になりません。そう申せば山田朝右衛門近日中に上様ご拝刀を持って参上するはず。いや、それがし何と言い訳をしてよいのか、ほとほと困惑いたしておりまする。やってるな。手ぶらでやるのも気が引けるから一生下げてきた。おお、どういう風の吹き回しだ。何、たまにはお主と一杯やりたいと思っただけだ。お主は手当が少ない。よかろう、すむすむ。さすがに見事だな。思った通りだ。ん？要するに生蔵だ。焼きが甘い。お主も見学のために見ておけ。しかしいい作りだな。耐震の旗本が金に明かせて作ったんだ。青山左京太夫という男だ。青山？うん、使い番だ。今信濃会を回っているらしい。そうか。どれもこれも生蔵ばかりだ。触るな。その刀は別だ。将軍の刀だ。ほう。あの将軍ケチな男だが刀だけはわかるらしい。大した技もんだ。まず名刀の部に入るんだろう。そうか、それほどいい刀か。それに比べれば他の刀は要するに飾り物だ。それよりせっかく持ってきてくれたんだ、一杯やろう。それほどよう切れるか。まず近頃珍しい名刀と申してもよろしかろうと存じます。上様がご覧になればさぞお喜びになるであろう。早速上様のお好みに作り変える。いや、ご苦労であった。時に朝右衛門、お主
これからも先々上様お試し御用の役目引き受けてくれるであろうなと申されると、いやそのつまりいつぞやお主に話をしておいた手当てをあげる件じゃが、いろいろ事情があってな、今しばらく待ってもらえぬかとそう思うてな。それがしもともと加納様の言うことなど当てにしてはおりません。ではこれにてごめん。ああそう、わしの言うことなど当てにしておらん。それがいけない。そんないい加減なことだからダメなんだ。まるで詐欺ではないか。詐欺とは何だ。うれえな、ボケもはずだ。許さんぞ。ああ声が高い連中だぞ。縮め、とにかく逆上しちゃいかん。お主はまだ若い、冷静に話し合おう。それがしは逆上しているのではない。ただ改めるべきことは改めると、そう申しておるのだ。我々は手分けして全国を査察して回る。だが実際はどうだ。行く先々京を艦隊攻め、査察など全く形式だけだ。しかも経費は全て向こう持ち、場所によっては多額の金品まで土産代わりに渡される。しかしそれは向こうの儀礼的なただの習慣だ。嫌ならば断ればいいのだ。別に我々が要求していることではない。第一、我々は公儀巡察を主たる任務とする使い番だ。彼らが公儀巡察を主な任務とする使い番である。もともとは戦場を駆け回り将兵の行動を監視した役目である。戦がなくなった後は諸国を巡察する役に変わった。戦国だか、全て大臣の旗本たちである。八代将軍吉宗の時二十数名を数えていたと言われている。とにかく今ここで我々の使い番としての結論を出すのは妥当ではない。第一、今現に半数の者が全国を回っておる。青山殿が帰ってきてから改めて話し合おう。おのおの方それで異存はないな。青山殿はいつ帰ってこられるのでござる。まあお届けによればあと10日ほどかかる。今信州から海を回っておる。あと10日。案外二三日でこっそり帰ってこられるかもしれん。彦原殿、口を慎めなされ。それは我々使い番全員に対する侮辱だ。殿下ひらまる。意外でござった。このままでは殿にお見せしようもござらん。何か別に書きようはございませぬか。ござらぬ。用人殿が見せられぬとあれば、それがし直接青山殿にお話しいたす。青山殿はいつ帰られる。おお、浅右衛門が来ておるのか。それでよい。わしは甲斐信濃を回っておるのだ。ちょっとお姉ちゃん、お嫁さん。日本一、韓国一。ねえおまっちゃん、綺麗じゃないか。でも可愛そうみたい。硬くなくてこちこち。だってそりゃ一生に一度のことだもん。ちょっと押さないでおくれよ。さあ、綺麗だろう嫁さん。綺麗。あんたもいつかあんなお嫁さんになるんだね。どうしたんだ。もういいの、お父さんが待ってるから。おばさんどうもありがとう。どこの子だろうね。ただいま。おかえり。どうだった。ダメなの、忙しいからって来てくれないの。そうか、そうだろうな。もう長いこと。お礼もしてなかったから。大丈夫。
かし、これから一体どうするかだ。大丈夫よ、だって私が稼ぐもの。けどお前はまだ子供だもんな。そんなことないわ、だって親方だって言ってたの、私くらいだったらちゃんと稼げるって。今夜から私稼ぎに行ってくる。すまねえな、お前にこんな苦労かけて。いいのよお父ちゃん、病気なんだもん。それより早く元気にならなくっちゃ。違いねえ、早く元気になって。そうしたらまたお屋敷に帰れるのね。お屋敷か、もう帰れねえ。黙って目つぶってりゃよかったのかもしれねえが、もう手遅れだ。わしゃ目安箱にお訴えしてしまった。読めんな、何が書いてあるのか。読み書きを教えることから始めませんと。おお、これなどまだマシでございます。あ、住所は書いてない。どれ見せろ。青山左京太夫、使い番だな。上様、お呼びでございますか。うん、青山左京太夫という旗本がおる。二千石使い番を務めておる。届けによれば20日間の予定で信濃海一帯を巡察しているはずだ。二人して屋敷を探れ。屋敷は下屋敷地検庁にあると仰せられますと。この投書によれば本人は巡察出張と称して江戸を出ているが、全く役目を果たしてないという。当初の主は屋敷に奉公していたものらしい。できればそのものも探し出せ。あ、淡路島かようち鳥の恋の辻裏。ここから見る限りではやはり主は江戸にはいないのでしょうか。うん、昼間から門は閉じたままだし。よし、明日また出ますか。野中突然お邪魔いたす。気をつけてもらわねば困るな。わしは今信濃海を回っていることになっておる。今日こっそり帰ってきたところだ。お互いに注意しなければいかん。しかし至急にご相談したいことができましたので。至急に。またあの男でござる。つまらぬことを口にしだしたのか。いかにも。もはやこのまま放っておくわけには参りませぬぞ。何？青山左京太夫は江戸にいた？はい、昨日からすでに屋敷に帰っていたようでございます。届け出は20日間の巡察であったが、たまたま訪ねてきた同役と思われる者との話では、使い番の中にも暗黙の了解ができているようでございます。そうか、やはり目安箱の当初通りだったのか。誰が知らせたか分かったか。はい、屋敷出入りの者たちを調べてみましたが、孫作と申す下男が先日暇を出されたそうでございます。真面目一方の男だったとか申しております。その男は今どこにいるのか行方をくらましております。それより上様、青山左京太夫と同役の話によりますと、使い番の中にもすでに不正を口にしている旗本がおるようでございます。その者の名は。あ、それがただまたあの男というばかりで、最後まで名前は口に出しませんでしたが。そうか、
そのものさえ分かれば。孫作。はい。元気だったのか。顔色が悪いぞ。今までどこにいた。はい、おかげさまで何とか暮らしております。それより彦原様、私め思い切って寝安箱にお訴えしてしまいました。どうしても黙ってるわけには参りませず。そうか、それでいい。よくやった。俺もお役について初めて分かった。全てお前が言っていた通りだった。使い番は腐りきっている。それを何遍もお殿様に申し上げたんですが。もう話しても無駄だろう。俺は建白昇格、上様に意見を具申することに決めた。え、建白昇。お前は思い切って青山殿の屋敷を出た。立派だ。だが当分身を潜めている方がいいぞ。そのうち正義は必ず勝つ。は、はい。申し上げます。ただいまお使いの方が見えられました。今夜5つ、半田伊三郎様のお屋敷へお越しくだされたとのよしにございます。先日の件でお話し合いをいたしたいと申されております。そうか、必ず参る。そう伝えてくれ。は。最後の話し合いか。やるだけやるしかない。みんな大変だったね。お風呂行って下見してくださいわ。あ、すいません、ひどい目に遭いましたよ。ちょうど五国の巡視と勝ち合いましてね。がっかりしたよな、兄貴。せっかく役落としてやろうってのに芸者が一人もいねえんですよ。仕方がねえから安物の女と遊びましたね。こいつがまた足元を見やがって高いばっかりで全くの大げ。あれには参ったよな。ちょっと、お前たち善光寺へ芸者遊びに来たのかい。いやね、月曜。いや、そのお参りが済んだから役落とししただけで、みんなやってることだし。おお、おお、新さん。あら、新さんいらっしゃい。善光寺へ行ってきたのか。頭の代さんでね。ひどい目にあったらしいな。聞こえましたかい。踏んだり蹴ったりでさ。何しろご公儀の巡察使と出会っちゃいましてね。大したもんだよ、巡察使となると。あの辺の潮溜めなんか振り上がっちまうんだからな。城下に着いたらそのままさっと料理屋へ直行。芸人芸者から三階の賃。そういう噂はかねてから耳にしております。放っておいては上様のご威信にも関わりますが、まさに長年にわたるご公儀の旧弊と申すべきかと存じます。中には反対している者もいるらしいが。ああ、そうでなければなりませんな。旗本たちが全て堕落しているとは思えません。メス僕に訴え出た下男もいる。孫作という男だ、探し出せるか。はあ、ただこの広い江戸のどこにいるのか、なかなか探し出すのは。じゃあ行ってきます。無理すんなよ、寒かったら帰ってくるんだぞ。大丈夫、行ってきます。何か異常がございますか。何、すべて厳正に調査したとそう書いてある。ああ、そうでございましょう。ああ、そうでなければなりませぬ。ダメだわ、今夜は寒すぎるのかしら。まだこんなに残ってる。
いつまでも子供みたいなこと言うな、彦原。まったくわからんやつだ、貴様。いい加減にしよう。俺はもう我慢できん。だから何度も言ってるように、青山殿が帰ってくるまで待てんのか。まさかお主が不意に切るとは思わなかっただろう。改めよ、うん、これだ。何を急いでおる。何だお主たち。その方の預かり知らぬことだ。その子供を我々に引き渡してもらおう。渡すも渡さぬも子供は怯えておる。多分行きたくはないのだろう。そうだな。分かったら諦めろ。黙れ。素直に聞かねば手は見せぬぞ。大丈夫だぞ。はい、どうしたらいいかしら。ん？どうかしたのか。人が切られるのを見たんです。何？人が切られた？いかがでござる。危ないところであった。巡査先の京から出張から請求。こんなものを将軍家へ差し出されては我々もただではすまん。思い切って今夜始末してよかった。しかし。何？折やしく辻浦売りの子供に見られてしまった。なぜ切らぬ。その辻浦をなぜ逃がした。あいにく邪魔者が入りました。お試し御用山田朝右衛門でござった。山田朝右衛門。そうか、すぐ手を打つ。しかし辻浦織の子供が見たというのは。殿、ご安心ください。その辻浦織、お節でございました。お節？先に暇を取らせました。孫作の子供でございます。忠相、早いな。今日は江戸に残っている使い番全部読んだぞ。お前にも立ち会ってもらいたい。上様、それより昨夜旗本が一人殺されました。使い番彦原清四郎と申す者でございます。何、使い番？一見物取りの仕業らしく装っておりましたが、切ったのは大勢の侍たちだったそうでございます。見た者がいたのか。はあ、届け出たのは山田朝右衛門にございます。あの男が届け出たのか。はい、本来ならば大目付の支配でございますが、それがしいささか不審の点もございますれば密かに探索いたそうかと存じます。よし、その方がやれ。朝右衛門が見たとは面白い。
昨夜の。お主が届け出たそうだな。詳しく聞きたい。そうか。前からおかしいと思っていたが、やっぱりお主奉行所の役人だったんだな。そんなことはどうでもいい。話してくれ。だが直接見たのは俺ではない。子供だ。子供？辻浦売りの女の子だ。家は送ってやったから分かっている。そうか。引き続き浅右衛門を見張れ。浅右衛門が届け出たのは向こうにも分かっているはずだ。必ず浅右衛門は狙われる。あ、で、上様は辻浦売りの子供に会ってくる。しばらくだったな。寝ているのか。どうして暮らしている。心配していたんだ。もったいのうございます。子供が辻浦などを売ってくれますので。辻浦？それは難儀だな。孫作、楽にして使わそう。辻浦などを売ったところで所詮病気を治すなど思いもよらぬわ。それよりわしは引導を渡して使わそう。地獄なり極楽なり好きなところへ行くがいい。親子一緒に死ね。待て。何者だ。無礼者。奉公人を手打ちにするんだ。口出しは無用。その男はもう奉公人ではないはずだ。現にこの長屋におる。何？貴様がその者たちを斬るのは昨夜のことを子供に見られたためだろう。誰？貴様は昨夜彦原清四郎を斬った。なぜだ？使い番の不正が世に出ることを恐れたからか。それが主人に対する忠義と思ったからか。ありがとうございます。ありがとうございます。お前が孫作か。はい。お前が訴えた目安箱の投書、必ず将軍は読んでくれるぞ。はい。正直者が馬鹿を見る。あの将軍はそういうことが一番嫌いなはずだ。よく父親の看病した。今夜からはもう辻浦を売らなくても済むはずだぞ。はい。山田朝右衛門が半田伊三郎に呼ばれ青山の屋敷に参りました。何？用人がわしに泣きついてきおったのだ。もう一度目利きをし直してくれぬか。お言葉ながらそれがしにはこれ以外に目利きのしようがござらん。それに。それにこの刀は使えば必ず折れる。おお。大金を投じて作った刀と聞いておる。それが折れるとは意外じゃ。どれ、どこを見ればわかる。青山殿、
お手前信濃会を回っているのではなかったのか。知らぬ者はそう思っておればよい。朝右衛門、死んでもらおう。そうか、昨夜の人殺しはお主たちだったのか。やむを得ぬ。さすがお試し御用、目利きは確かだな。浅右衛門に刀はないぞ。よそ。おお、お主か。よし、これで遠慮はせぬ。お主は大丈夫か。俺のことは心配するな。青山左京太夫、20日間の公儀巡察は物見遊山のためか、それとも屋敷でごろ寝をするためだったのか。黙れ。これから春一番の大掃除をするか。静まらぬか。あとを頼むぞ。は。奉行所の下っ端にしてはいい刀を持っているな。江戸城長年にわたる旧兵はまた一つ吉宗によって粛清された。使い番たちの巡察出張は厳正なものに改められた。青山左京太夫とその用人および半田伊三郎は切腹、その他の者はことごとくお役を追放された。彦原清四郎の名は使い番の鏡として長く江戸城に残ったのである。お、上様。おう、じい。例の孫作親子、手厚く恩賞を与えたか。何しろ使い番どもの不正が一挙に改まりましたので、お城のやりくりもだいぶ楽になりました。いや、これでそれがし懸案の浅右衛門の手。お、上様。浅右衛門と申せば、ぜひ上様にお目にかかりたいと参上いたしております。やはり来たか。
な。刀を預けてしまったからな。気がつくはずだ。いかが取り計らいましょう。よし、庭へ通せ。それもなるべく人目のつかぬ奥の方へな。庭の奥。山田朝右衛門、大儀余が吉宗だ。山田朝右衛門、存ぜぬこととは申せ。数々のご無礼の段、平にお詫び申し上げます。ついてはこのお刀、改めてお返し申しまする。またお試し御用のお役目、本日ただいま限りをもって返上ご辞退いたしまする。何とぞお聞き届けくださいませ。待て待て、朝右衛門。上様がお忍びで町中を出歩くことなど誰も知らぬことじゃ。わしとて当惑しておる。その方が知らぬのも無理はない。わしからよくお詫びをしておくゆえに。いかに申されようとも、それではそれがしの気が済みません。お試し御用の儀は平にご辞退いたしまする。待て、朝右衛門。なぜ辞退するのだ。それがし、町で知った一介の侍が天下の将軍と分かった以上、このままでは。それだからこそいいのだ、朝右衛門。そうは思わぬか。俺は一介の侍として町を歩く。だからこそ町を知ることができる。町を改めることもできる。お主は俺にとってかけがえのない協力者なのだ。どうだ、これからも俺に力を貸してくれるつもりはないか。朝右衛門、そう堅苦しいことは言うな。お主らしくもないぞ。今まで通りで一向に構わん。だからこそこんなところであったのだ。徳田でも信仰でも、町で会った時は好きなように呼べ。改めて山田朝右衛門にお試し御用を命ぞ。いいな。はっ。
吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は、貴様の悪事は全ての原始だ。飛鳥山の桜は天下万民のものだ。モルキさん、俺たち遊び人から銭をもらうほどまだ落ちぶれちゃいねえ。いくつなし、俺はどうせ一度死んだんだよ。俺のような人間をまともに扱ってくれる人は一人もいねえんだよ。茶坊主、覚悟。次回、江戸一番桜踊りにご期待ください。